窓開ける君の髪がほら左なびてる余裕なんてないくせにそんな姿見せられない立場にもなったけどさあここからでも遅くないから私も君もさて6.9 ということで、本来であれば目の前にお客さんがいるところですけれどもね、今日は 6.9 ということで、配信ライブということで皆さんそれぞれお家でゆっくり見てくださってると思います。まずはですね、ユニオンフィールド7周年、今日は本当にどうもおめでとうございます。まあ、こういう形ででもですね、こうやって参加できたことをとっても嬉しく思っております。ありがとうございます。今日はですね、久しぶりにこのフルバンドセットというか、まあ、こうやってフルバンドに私もピアノで参加してっていう形は今日が初、なんですけれどもね、なのでちょっとドキドキしていますが、皆さんぜひ楽しんでいってほしいなと思います。じゃあまずね、早速バンドメンバーの紹介をしていきたいと思います。まずギターなるみけんじ、こっちに映ってるね。なるみさん、今日何の T シャツか、ちょっとシャツに隠れて見えないんですけど、教えてもらっていいですか。今日はね、あのジョン・メイヤー T シャツです。あのギターもね、歌もあの、頑張ってね、うまくやりたいと思って、ジョン・メイヤーの力も借りて、そう今日 あの演奏に気合を入れてきてくれたっていうことですよね。そうです、そうです、はい、うん、ありがとうございます。いつもね、ちょっとなるみさん T シャツいじりしちゃうんですけど、今日ちょっと面白いの着てくれるかなと思ったら、ちょっとかっこいいめでしたね、今日ね。せっかくの意表ついてね。せっかくのステージなのでね、よろしくお願いします。なるみけんじさんです。そしてドラム、私に隠れて見えないかな、細川直樹、イエイエイエイ、はい。今日もかっこいい直樹さん、よろしくお願いします。シャツ脱ぎましたね、 T シャツで。直樹さんは今日は何の T シャツですか。それローリングストーンズの T シャツということで、かっこいいですね。いいですね、今日音楽系の T シャツを、あ、脱ぎます。気合がさらに入ったなるみさん、ということで、
ドラムよろしくお願いします。直樹さんです。そして最後バンマスベース森田ジョニー高弘、イエイ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 、ジョニーさん今日も頼りにしておりますのでよろしくお願いいたします。頑張りましょう。1曲目に聴いていただいた曲はですね、明るいナンバーをお届けしましたサニーデイという曲を聴いていただきました。今日はさまざまな会場からそれぞれのアーティストが皆様のご自宅に音楽を、届けています。ライブハウスもそうですしユニオンフィールドが何よりもそうだと思うんですけれども、今日のこの開催の日まですごくいろいろ悩んで、大変な思いをして、準備も本当に大変だったと思います。急な変更とかがあってね、それでもこうやって無事に、今回は 2days ですけれども1日目迎えられたことを本当に良かったなと思っていますし、それぞれみんなね、私たち、演者というかこうステージに立つ人もそうですし、ライブハウスの皆さんもそうだと思うんですけれども、漠然としてでも明確でもなんかこう夢や目標というのを持ちながらこう毎回、歌ってると、思うんですけれども、ユニオンもね、当たり前にこう7周年を迎えて8周年を迎えて9周年10周年って、迎えられると思っているし、私もそれを願っていますし、でもなんかそんな状況がですね今なんかこう予想もしなかったこう目に見えない何かにこう奪われそうになっている状況だと思うんですけれども、それでもこう諦めないで音楽を止めないということでこういった形で今日配信ライブしていることにすごく意味があるなと私は思っております。なのでユニオンフィールドの皆さん、そして協力してくださっているライブハウスの皆さんに感謝の気持ちを込めたいと思います。そしてですね、こうやって私たちが歌えるのもライブハウスが、続けていけるのも、今見てくださっている画面越しに見てくださっている皆さんの応援があってこそだと、最近すごくね感じます。なので今後もぜひ皆さんの応援とお力を貸していただきたいと思います。よろしくお願いします。次の曲はですね、そんな見てくださってる皆さんと、そして歌っている私自身、そしてライブハウス、そして7周年を迎えたユニオンフィールドに向けて心を込めて歌いたいと思います。明日の夢という曲を聴いてください。
私がいる歌うよ明日は変われるように願うよずっと変わらないように迷った時もまた前に進める信じてI'm not afraid to die.
弱さも甘えと人には片付けられて叫びたくなるような思いを抱え誰にも話せずに辛かったよね。もしも明日の夢朝は来るよ2曲続けて聴いていただきました。短い時間でしたけれどもともみのステージ、見てくださった皆様ありがとうございました。この後もですね、たくさんアーティスト出ますので、お家でゆっくり楽しんでください。よろしくお願いします。今後のともみのライブ情報などはですね、ホームページの方にアップしていきたいと思いますのでそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。皆さんどうもありがとうございました。じゃあね、最後の1曲となりますけど行ってみましょうかね。これはもう本当皆さんが元気になるように、そして明日も一緒に頑張ろうという思いを込めて最後歌いたいと思います。ゴーホーイット聴いてください。爪で頬を手を下ろ
を信じて帰る。ここじゃもう壊れない、いつだって思うままわがままに切り開いてゆく。しても納得できない、この心はもう嘘をつけない。ああ分かり合うのは難しいけど、それだけを信じて逃げる。ことじゃ変われない、いつだって乗り越えたその先にまた日は昇る。